ロングビーチ、C、LGN-160、CGN-160、CGN-9 は、アメリカ海軍の原子力ミサイル巡洋艦。第二次世界大戦後のアメリカ海軍が設計、建造した最初の巡洋艦として、1957年度計画において建造された。世界初の原子力水上戦闘艦であり、また、ミサイルを主兵装とする初の戦闘艦でもあった。艦名はカリフォルニア州ロングビーチにちなむ。同型艦はない。アメリカ海軍は1952年度計画でノーチラス、シーウルフの2隻の原子力潜水艦を建造し、核動力の時代に突入した。これに伴って水上艦部隊も核動力化が施行され、原子力空母と共に、直江にあたる原子力艦の建造が検討されるようになった。もともと艦型が小さく航続距離が短い傾向がある駆逐艦の核動力化が施行されていたこともあり、まず1953年8月より艦船局において原子力駆逐艦 DDN の研究が着手された。これはレーダー哨戒潜水艦 SSRN トライトンと同系統の新型原子炉を搭載し、フォレスト・シャーマン級と同程度の規模で予定されていた。しかしこの計画は9月には中止され、その後いくつかの予備研究を経て、1955年1月、通常動力型ないし核動力型の駆逐艦や、フリゲート、DL を含めた、いくつかの試案が作成され、核動力型は通常動力型より高価とはなるが、倍には達しないと試算された。同年8月17日に R.A. バーク大将が海軍作戦部長、GNOに就任すると原子力水上艦の建造が本格的に推進されることとなり、就任後間もなく艦船局に対して航空母艦とミサイル巡洋艦、ミサイルフリゲート、DLG の核動力化を検討するよう指示した。9月の同局の答申では、航空母艦とミサイル巡洋艦の核動力化は十分に可能だが、駆逐艦は困難で、どうしてもノーフォークのサイズにはなるとされた。また、巡洋艦は4軸推進艦となり、かなり高コストになることが予想された。これを受けて、まず原子力水上戦闘艦のプロトタイプとして、原子力ミサイルフリゲート DLGN を建造する方針となり、1956年1月に最初の試案が作成された。この案では満載排水量8900トン、全長 173.9 メートル、艦首側に5インチ単装砲2機、中部甲板にラット対戦ミサイル発射機、艦尾側にテリア連装発射機1機を配していた。しかし間もなく、このサイズの船体で核動力化を達成するという当初の見積もりはかなり楽観的だったことが明らかになり、4月には基本計画審議委員会 SCB によりフリゲートないし軽巡洋艦クラスの船体と核動力化、速力30ノットという要求は両立しないとの提言がなされた。これを受け、バーク大将は核動力化、速力30ノットという要求を優先することしたため、以後の設計案は急速に大型化していくこととなった。これらの検討を経て、1956年秋までに SCB-169 として設計案が完成し、10月15日に建造契約が締結された。これによって建造されたのが本艦である。上記の通り、本級はもともと原子力ミサイルフリゲート DLGN の構想を起源とするものの、結局、アメリカ海軍最後の重巡洋艦であるデモイン級に匹敵する大型艦となった。船体は従来通りの平ら甲板型で、艦首にブルワークとナックルラインが付されている。一方、レーダーの装備に伴う要請から、上部構造物は従来の巡洋艦とかけ離れた、特異なものとなった。船体中央やや前方に巨大な正四角形の断面を持つ箱型の環境構造物が設けられており、その紙面にレーダーの電子操作アレイアンテナが固定装備されていた。その後、このアンテナが撤去されるのに伴ってバラスト代わりに 44mm 厚のアルミニウム合金層甲板が装着された。原子炉としてはウェスティングハウスが2基搭載された。これは加圧水型原子炉 PWR で空母エンタープライズの A2W との類似性が指摘されている。の熱交換機、蒸気発生機8機が搭載されて、ゼネラルエレクトリック式蒸気タービン2機を駆動した。1回の核燃料搭載で20ノット巡航であれば36万海里に相当する長大な航続距離を誇った。また、電源容量は 17,000kW であった。本艦の中核的なセンサーと位置づけられたのが、スキャンファール3次元レーダーシステムであった。これは捜索用のAN/SPS-32 と追尾用のAN/SPS-33、後日装備から構成されていた。いずれも、先進的な固定式の電子操作アレイアンテナを用いており、西側世界では初めて実戦配備された固定アレイアンテナを用いた。レーダーシステムとされている。しかし開発時の技術水準としてはあまりに野心的なシステムであり、信頼性に問題があったことから、1980年から83年にかけての改装で撤去された。1968年には従来型のAN/SPS-12 が追加搭載された。これはスキャンファールの整備性の悪さのほか、統合された敵味方識別装置、IF を持たなかったためでもあった。そして、蒸気改装の際に、艦隊で標準的なAN/SPS-48 とAN/SPS-49 が搭載された。艦対空ミサイルとしては、タロスとテリアの2種類を併載した。艦首側にテリアが装備されており、艦首甲板には40発収容の MK。10モット、0連装ミサイル発射機が、またその後方の甲板室上には80発収容の MK10 モット、1連装ミサイル発射機が搭載された。これを完成する火器完成レーダーとしては、AN/SPG-55 がミサイル発射機直後及び、環境構造物上に2機ずつの計4機搭載された。またミサイルは、後に SM-1ER、回収後にはさらに SM-2ER へと更新された。一方、タロスは艦尾側に装備されており、艦尾甲板に52発収容の MK12 連装ミサイル発射機が、またその直前の後部上部構造物上にAN/SPG-49、SPW-2 火器完成レーダー2機が背負い式に設置され、ただしタロスの運用は1979年に終了し、ミサイル発射機と射撃式装置は撤去された。なお、トンキン湾上で作戦中の1968年5月23日、タロスによって北ベトナム軍のミグ戦闘機を撃墜している。これは実戦で艦対空ミサイルが記録した初の戦果であると言われている。また翌月にもさらに1機を撃墜した。竣工時には、本艦は方向兵器を搭載しない全ミサイル艦とされていたが、高速戦闘艇や低空目標への対処能力不足が指摘され、1962年から1963年にかけて、艦砲として38口径 127mm 単装砲、MK35 インチ砲が搭載され、MK56 砲射撃式装置によって、完成を受けた。なおこの指摘は、ジョン・ケネディ大統領によってなされたと言われている。実際には、計画段階より、太平洋艦隊の一部から、そのような主張がなされていた。設計では、船体中央に、レギュラス E 艦対地ミサイルを搭載する、予定とされていた。レギュラス E の計画中止後も、ポラリス弾道ミサイル8発を搭載するスペースが、確保され、核弾頭の対地投射能力を保有する予定であったが、コスト面の問題から1961年に断念された。タロス発射機の撤去に伴い、1980年には対艦兵器として、ハープーン艦対艦ミサイル SSM の4連装発射塔2機が搭載された。また1985年には、トマホーク巡航ミサイルの装甲ボックスランチャー2機が、この位置に搭載され、これに伴ってハープーンは後部上部構造物上に移設された。なお、対戦兵器としては、中部01甲板にアスロック8連装発射機、上甲板上に324立方ミリメートル連装単魚雷発射管が設置された。船尾甲板はヘリコプター甲板とされているが、格納庫は持たない。ロングビーチは1956年10月15日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造船所に発注された。当初は CLGN-160 の看板号であったが、1957年初めに CGN-160 に変更され、1957年7月1日に CGN-9 へと再び変更された。1957年12月2日に起工し、1959年7月14日にクレイグ・ホスマー下院議員、カリフォルニア州選出の夫人によって命名、進水する。1961年9月9日、艦長ユージン・ P ・ウィルキンソン大佐の指揮下就役した。就役後は大西洋艦隊に配属され、バージニア州ノーフォークを母港とする。1966年初めに最初の燃料補給を行い、母港をカリフォルニア州ロングビーチに変更する。1964年5月、ロングビーチは原子力空母、エンタープライズ、原子力ミサイル共同駆逐艦、ベインブリッジと共に第一原子力機動部隊、タスクフォース1を構成する。3隻は7月末にシーオービット作戦、2ヶ月間に渡る燃料無補給航海を開始した。第一原子力機動部隊は世界初の原子力水力艦による戦闘部隊であった。ロングビーチは1965年8月から1966年2月にかけて竣工5発の核燃料交換を行い、66年10月には太平洋西部に最初の展開を行った。この最初の巡航において、ロングビーチは主に、トンキン湾北部において、ポジティブアイデンティフィケーション、レーダーアドバイザリーゾーンユニットとして活動した。ロングビーチの主な役目は、敵機が識別信号を回避しようとする動きを明らかにすることで、攻撃から帰還する友軍機が安全に着陸できるようにするものであった。さらにロングビーチは探索、救助を行う、ヘリコプター部隊の支援もいった。この巡航中、ロングビーチは南ベトナム海軍艦艇を攻撃しようとしていたソ連製のAN-2 コルト機撃墜を支援している。撃墜はロングビーチによる対空迎撃指示を受けた海-4によって行われた。ロングビーチは1967年7月にカリフォルニアに寄港した。ベトナムでの任務の後、ロングビーチは西太平洋とインド洋において通常任務に従事した。1975年には、マヤグエース号事件に対処する任務部隊の護衛も行った。1980年、ベトナム沿岸で114名のボートピープルを救助した。1979年及び1980年から83年まで、ロングビーチは、ピュージェットサウンド海軍造船所において改装が行われ、この改装で旧式化していた艦橋の、フェーズドアレイレーダーと艦後部のタロス発射機並びに関連機器を撤去した。なお、撤去されたタロスの完成レーダー装備位置には20マシュダブリュスを、発射機の装備位置には1984年にハープーン対艦ミサイルの発射塔が設置され、85年にはハープーン発射塔をミズンに移設の上 BGM-109 トマホーク巡航ミサイルの発射機が追加装備された。1980年代を通じて西太平洋、中東、大西洋に展開し、1991年には湾岸戦争の支援任務に従事した。なお1970年代末にはイージス艦への改装も検討された。これは海軍が1978年度計画で建造を予定していた原子力打撃巡洋艦 CSGN について議会がその建造を差し止める代わりに、本艦をそのプロトタイプとして改装するように予算を振り替えたものである。しかし1977年1月17日、フォード政権は改修を中止させたため、実現しなかった。1995年5月1日に、ロングビーチは退役した。2002年9月25日、原子力管再利用プログラムにより、原子炉の破棄が完了。ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍工廠で廃棄ため、長い間保管されていたが、2012年7月12日、タコマメタル社に$90万で売却され、スクラップになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。